いや違うんだって、さっき起きたばっかだからさ、喉がまだ全然作れてなくて帰省の練習をやっていました。はいどうもピアキングです。今日トロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ブレインハートランドかっこトロールということで、脳と心臓の島ということでしょうか。で脳といえば、僕まだ頭が覚醒しておりません。というのも起きてから30分しか経ってないんですよ。現在時刻9時ですね。朝9時からこんなのやる普通。だからさ、いつもより口数が減ってしまったり声がおかしかったら申し訳ありません。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.96%。 で大体さ、ゲーム実況者の収録って夜するイメージがあるでしょ。ほとんどの方がそうなんじゃないかな。こんな朝からトロールコースを収録する人なんて多分僕ぐらいしかいないね。そしてこの四角の枠は何なんだ。あ、鉄球が出てきたね。そして右下にもバネが出てきたけど、朝っぱらからきついなこれ。頼むって、僕まだ頭が回ってないんだって。あ、これでもしゃがんでジャンプしたらいけないね。開幕バレー。朝っぱらからこんなに叫んでしまったら喉が潰れてしまうよ僕。この後友達とカラオケに行くっていう大事な用がないんだから。そろそろ VTuber になろうかなって思うんだよね。 VTuber ってさ、イケボの人多いじゃん。でも逆にブサボ担当みたいな、そういう新しい世界を見に行きたいね。マリーはもう行ったみたいだね。それか Z-Tuber だね。絶叫 Tuber みたいな、イニシャルだけで言ったらめっちゃかっこよくない？Z-Tuber ってさ。ちょうどいいところに設置してんだ、ノワブル。上等じゃねえか。でもそんな罠じゃ僕の脳はまだまだ覚醒することはできなさそうだね。眠たいよ。もっと目を覚まさせてくれるような激しい罠を期待してるぜ。でも無理だろうね。なんといっても僕はトロールマスター。キャー、あれ生きてる。やられろ。キャーって言ったんだから、そこは素直にやられろ。ちょっとずつ目が覚めてきたね。でもまだ覚醒度で言えば 85% ぐらいだよ。じゃあここはシーソーを避けてナイスフラワーで、このままジャッカマン。さあクラウがいい。俺の最大最高爆裂魔法エクスプローション。そしてこのまま先に進めると、さあこのペラペラを壊してこのオープン叩いていいのかな。一旦下から叩いてみようか。もう高半端で。あだ。そういやちょっと真面目な話になるんだけど、コメントでさ、僕の動画の音量を大きくしてくださいっていうのが今大事な話の途中だったよこの豚野郎が。もういつ罠に引っかかるかわかんないから早めに簡潔に言うわ。僕の動画ね、音量が小さいっていうことだったんで、今回から大きくしときます。土管に入りませんね。あ、なんか右に行けばいいのこれ、もしかして。あ、こっちが正解っていうことか。さあ行きましょうマリー、ここでスピードアップ。いいところに隠しブロックを設置しやがって。でもそういうの嫌いじゃないよ。さあこの上どこに隠しブロックがないんだい。なんか矢印左って書いてるけど、あの左のドアの方に入ればよかったのか。全然気づかなかった、マジごめん太鼓。てここは隠しない。前々から思ってたことがあるんだけど言っていいかな。パンパカパンっていうワードやばくない？本当に頭がおかしい人みたいじゃん。なんで今後使うのを控えようと思います。さあここは左からダッシュして右の中間ポイント取れるのかい。邪魔しないだろうねバネ。やっぱ邪魔してくるよね。さっきからしつこいよ。ネバ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 と納豆のように食ってやろうけ。明日から全国の花うどんで60円でバネバネうどん提供したいと思います。ビオキングのかまぼこも入ってるよ。黙れ、早く読め左の文字。すいません、いつもこんなしょうもない話ばっかで。ここはスルードアランライトってことは、ドアから出た瞬間右にダッシュしろと、そういうことですね。そんな指示僕が従うと思っているのかい。いろいろと人間からアウトローしている僕、そんな指示に従わなくてもいけるんだ。よっしゃ。見たか、これがトロールマスターだ。まあチェックポイント1も無事取れたし、こっから真面目にやっていきたいと思います。もうふざけたピオキングも終わりでいいんじゃないかな。ここは右押しっぱだ。そして針をかわしてからのジャンプからのジャンプ。ここ上ブロック壊れるやつだな、すごく怪しい。後で行くとかそういうことなんじゃないかな。とりあえずパンブロックの上に乗ってみようか。そして右に進めないね。頼むって、これやられるやつを待つだけじゃんか。いや面白い、ここまでじらすんだったら何かきっと面白い罠が来ると思います。そういうのを期待してるぜ僕。敵がいっぱい何か降ってくるとかさ、この待ってる間も気持ちいいぐらいだね。さあ何が来る。バブルバブルバブル。
マリー、こっからは俺の指示に従うんだ。イエス、マイマン。下に降りて右に進め。イエス、マイマン。そしてバネに当たるんだ。イエス、マイマン。もうちょっとやっていく。もうゲーム実況でもなんでもないこんなの、ただの意味わかんない動画となってる。なんで今後ゲーム実況者にちゃんとなっていきたいと思います。さあもうおふざけは終わりにしようじゃないか。こっからちゃんとゲーム絶叫者になっていくよ。キノコ様、なんかさ、このお化け屋敷の音楽ってちょっと乗れないよね。いつもだったらさ、テンテンテテレテンテテテテテテレテンみたいな感じがあると思うんだけど、おこのバネ持ってっていいんじゃないの。え、今日なんかバネめっちゃいい仕事するじゃん。このバネは何何？何の意味もないと思うんだけど。で、こっから先の土管に進んでいくと、たまにはいい仕事するじゃねえか、バネ。ここは何もしない。塩やじとマリーのチッチッチッ。そういや、近いうちね、一発マリオ30連発か50連発ぐらい出そうと思ってるんだけど、いいかな。まあ、ショートのかき集めみたいなもんなんだけどね、ここは右ダッシュする。そしたら中間ポイントは取れないね。今絶対触ってたよ。ねえ、え、マリー、そこちょっと手伸ばしたら届くじゃん、その肌に触ってよ。当たりあんておかしいぞ今日。なんかおかしいね。そう思わないですか皆さん。ここは死に耐久みたいな見た目しているけど、あ、なんかでもそんな感じだね。え、これめっちゃ難しいんじゃないのこれ。あ、いやでも意外と簡単にいけたけど。やられさせろ。なんなんだその砲台は。また左に行けと。面白い、こういうの好きだよ。え、めちゃめちゃ上手くない。そして今度は立冬ライ。もう一回させてくれるのか。ありがてえこの制作者さん。じゃあもう一回右にダッシュしていくよ。なに、下下に行けばいいの。ダバダバじゃないんだよ。じゃあさっきの場所でガリガリの中になんかあるって感じだったから一旦叩いてみようか。そして右に行けみたいな。ピーン。僕ってこんなバグってたっけ。なんか50コインがあるな。この中間ポイントを取ったことによって絶対次罠が変わってる。さっきと同じように一旦何もしないでおこうか。左上だ、すぐ左上に。落ち着け、ここはそんなに難しくないはずだ。さらにオンオフをして右ダッシュでいいのかい。矢印を僕は信用したいと思います。右ダッシュからの左ダッシュからの右ダッシュ、これで進めるんじゃないのか。来たー、何が違うものが来たー。フープスって書いてるな。こっちじゃないっていうことなんじゃないのか。でも僕は死に耐久というものを期待してるぜ。あ、なんかゴールが見えた。人生のな。いや、この土管で合ってたんじゃない。だってゴールが見えたじゃん。っていうことはあのドッスンさえかわせばゴールができると思います。さあ行きましょうマリー。はい。そういや最近ピカチュウのモノマネしてくださいって言われたんだけど、僕ピカチュウのモノマネめちゃめちゃ似てるからね。ちょっと聞いてて。ピカピカチュウ。すいません、ピカチュウの声優さん。今度から声優はピオキングで行きたいと思います。土管でいいって書いてたよね。え、こっち実は合ってんの。まああのドアに入ってもダメだったからこっちに行くしかないんだけど、あの石合図をどうにかして避けろっていうことだよね。右っても、あ、左なんか隙間あるね。あー、なるほどね。これでゴールができるっていう感じじゃなさそうだね。じゃあこの中間ポイント取った後から何か変わるみたいな。あ、なんか変わってる。あ、上に今度行けんじゃん。こっちがゴールへの道みたいな、多分そういうことだと思うよ。総理、いや全然いいよ。もうこっちが正解だっていうこと分かってるから。僕はやりすぎてさ、トロールマスターだよ。そして今度ゴールがあるね。ここにゴールができると。さあゴール、やっぱゴールできる。なんとなく怪しいと思ってた。この音楽はよ、常に左ダッシュしたらゴールできたんかな。で、いや、この上に行けばワンチャン右に行ってられるだけ、これ。いや、なるほどね、こういう死に耐久か。でも僕はこういう死に耐久得意だよ、見てて。やっほー、死に耐久名人を舐めるな。あれ、チェックポイント1からこれ、もしかして。いやさあ戻ってきたね。この扉から出た瞬間左にダッシュすればゴールができると。あ、こっちじゃなかった。この土管か。この土管から出た瞬間左にダッシュすればゴールができると、そういうことだと思います。頼む。やった。ど
どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ラックレベルオートマリオホールド B って書いてるんだけど、これねオートマリオって書いてるから全自動コースっぽいんだよね。でちょっと気になったのがさ、説明文見て、アイダイド10プラスクリアって書いてるから、私は10回以上やられてゴールできましたっていうことだと思うんですよ。あとね、全自動なのにクリア率が低いっていうめっちゃ珍しいコースだね。これどんなコースなんだろう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.23%、相当久しぶりにするね全自動コースなんて。そしてカキ棒を全て倒してからゴールか。でホールド B って書いてたから、常にジャンプボタンを押しっぱでいいと思うんだよね。まあまあこのドアに入ってジャンプボタンを押しっぱしてみようか。そしたらゴールまで連れてってくれるんじゃないの。これめちゃめちゃギリギリに作られてるね。あ、カキは、うわダメだね。え、なんかいけなかったんだろう今の。じゃあこの扉から出た瞬間にジャンプしてみようか。それでいいんじゃない。多分この道中に設置されてるクリボーが動く前にジャンプしたらゴールまで行けるみたいな、そういう感じでもないね。この鍵手に入れるタイミングが全然わかんないんだけど、絶対このドアから出てジャンプするタイミングだよね。そのタイミングによって鍵が手に入れれるかどうかみたいな。来た、これもうゴールできるんじゃない。いや熱い熱い、どうなる。残り7秒8秒さあゴールしてくれ。マリクリア率 1% 早めにクリアできたんじゃないんですかね。なぜなんだ、もうわけわかんないよこのコース。もう制作者もさ、何回も何回もやられてクリアできたっていうコースでしょ。せめて鍵取れ。過去最大だね、こんなに先が見えない実況っていうの。もういつまで喋り続けてればいいかわかんないもん。もうクリアできるかできないかわかんないんだよ。だいたいさ、実況してたらもうすぐクリアできるかなみたいな読めてくるんだけど、これはマジで読めないね。さあ行ってくれ、あのバネに跳ね返されたらゴールできるんだろ。もういいってその隣はバネ、仕事せんか。ヘイヨー皆さんヨー、僕はもう黙りたいと思いますヨー。先が見えない実況っていうのはヨー、こんなに怖いものだったんかヨー。鍵取れヨー。みんなちょっとガチな話していい？これ60回から70回は今やってるんだけど、本当にクリアできないね。こうやってね、鍵取れても最後のバネの跳ね返され方がうまくいかなくて絶対にクリアできないんだよね。こうやって今さ、たまたま喋ってるからこれでクリアテイク欲しいな。無言のクリアテイクは僕いらないから。はいだねこうなりゃとことん付き合ってやるぞ制作者。頭がおかしいやつがいると思え。このコースをやってしまうと誰でもこうなってしまうんだ。さあみんな、この動画を巻き戻してコース ID を入れてこのコースをやって、一緒に高笑いをしようじゃないか。そしてみんな、こっち側に来るんだ。そうしたらきっと友達がいなくなるよ。これ本当だマジマジでクリアが見えない。もうほんと70、80回、いや90回ぐらいしてると思うんだけど全然いけないの。まあクリア率さ 1.23% だから、100回に1回ぐらいいける確率っていうことなんだろうね。もうそろそろだからいけるんじゃないかな、確率的に言えば。まあこうやってね、たまたま喋ってる時にたまたまいければいいんだけど、せめて鍵を取らんかだから。本当にごめん、これでいけなかったらクリアテイクだけ流すわ。マジでごめんね、何回も同じ場面だけ見せちゃって。鍵は無事取れたね、頼む。本当にキッチン全自動でこんなにきつい実況は初めてだよ。さあ行ってくれ、最後のバネのところが鬼門だぞ。次クリアテイクだけ流します。今のはマジでこれほんとうざかったんじゃないかな。初見さんの方いたらマジで嫌われるかもしんない僕。なんで次ほんとにクリアテイクだけ流す。無事クリアできてよかった。相当やってるもんねこれ。
きっとこのコース 0.00 何秒とかの世界でバッチリ合わないとクリアできないようなコースなんだろうね。いや本当にきつかったこれ。マジで一回やってみてほしい。なかなかクリアできないから。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。